フレンテ西宮は兵庫県西宮市池田町にあるショッピングセンター。フレンテとはスペイン語で学を意味し、西宮市の中心となることを願って名付けられた。天ヶ崎市では塚賀新という大型ショッピングセンターが1985年に開業したが、フレンテ西宮が開業するまで西宮市には複合大型ショッピングセンターは存在しなかった。 特に、西宮市は、以前から阪神西宮駅、JR 西宮駅、阪急西宮北口駅とターミナル駅が分散していたことや、それぞれの駅周辺はいずれも街並みが古く、核となる商業施設も存在しなかったことから、交通の円滑化と商業の活性化を図るために、駅前再開発を迫られていた。その中で、フレンテ西宮は、 JR 西宮駅南地区再開発事業の一環で目玉として建設された大型ショッピングセンターである。1994年開業。西宮市の関連団体である西宮都市管理株式会社とコープ神戸が建物を保有しているが、2階、3階のニトリ出店部分については西宮都市管理がコープ神戸の保有床を買い取った部分である。 などなど各テナントであるコープデイズについては開業当初は目立った競合店舗は存在しなかったものの震災後に開業したアクタ西の宮をはじめララポート甲子園エビスタ西の宮コロワ甲子園といった大型ショッピングセンターが相次いで開業したことや市南部の臨港沿いに港南や丸中などが出店したことで客足が大きく落ちその後は 赤字経営を強いられることとなった。特に、阪急西宮ガーデンズの開業が決定だとなり、コープ神戸は、これ以上の収支改善は望めないとして、2009年3月末をもって、フレンテ西宮から全面撤退することを西宮市側に伝えた。市としては当初は了承したものの、これを知った近隣住民が市長に撤退撤回を求める陳情を出すなど、 猛反発したため、最終的に近いと一回は、営業を継続することとし、二回三回のコープ、神戸保有賞を、西宮市が買い上げることで決着した。なお、コープの撤退した二回三回部分についてはニトリが、新規開業している。西宮駅から歩いてすぐ、JR 西宮南口、国道 JR 西宮駅前から歩いてすぐ、ありがとうございます。